はい、どうも、こんにちは。カーディブです。さあ、続きね、やっていきましょうか。前回からね、また新しいステージで、しかも舞台も変わってね、やってきてるわけなんだけど、前回ね、かなり死んでしまってね、戦略とかかなり尽きていったんだけど、なんかね、このね、ガラクタ1っていうところで、なんか戦略とか、この辺のアイテムが実はもらえるんだよね。で、なんだこれ。なんとか米ってやつを捧げると、こうやってアイテムを交換してくれるらしいですね。どうやらね。多分、今作で出てきた新しい多分アイテムっぽいんだけどね。あと、新しい要素っぽいんだけど、これで一応戦略がちょっと回復したのでね。頑張ってやっていこうぜって感じだね。問題はまたこいつをやらなきゃいけないっていうところから始めなきゃなんないんだけど。ちょさー。マジで落下しひどいってここ。嘘でしょ。マジで言ってんのかよ、こいつも。なんでこいつ無限湧きなんだよ。もうマジで終わっとる。もうやめて。もうやだ、こいつ戦いたくないよ。さあ、とりあえず俺前回どこで死んだんだっけ。この辺で死んだんだよな、確かな。相手をちょっと置いて。いやー、マジあのさ、もうカラスいってもう。あれ、あいつゲロ強なんだけど。マジで強すぎなんだけど。あとさ、実は天狗物を、これ落としちゃっただけなんだよ。だから俺倒せてないのね。だから俺また会うんだよね。勘弁してほしいんだけど。さあ、ちゃんとしっかりこっちを回収していくと。で、ここにいるのは、ヤマンバか。いや、普通に鬼よりもあれなんだよ。鬼の上位互換なんだよな、完全に。その4回攻撃。火力も高いくせに、普通に強いっていう。火力関係は当然か。ただあれだな、鬼と違ってひるむからね。鬼は残念ながらひるまないからね。わあ、ここ。多分ここ、暗闇貼られてますね。これ降りちゃったらアウトだな。持ってこれねえな。ここから行けるっぽいな、どうやら。これあれだな。なんかおまけステージっぽいな。で、こいつは、殺されたやつか。先こっち行くか。もう早速でかいやつがいるんだけど。こいつか、久々だな。こいつ、落とすんだね。あれは拾えないんだけど。拾えたわ。あれ初めてだよね。連続攻撃しすぎだろ、お前。これあれだよね、一目のやつだよね。目ん玉撃てば、ひるむはずなんだけど。本当は前作あんま強くなかったからな。火力はもちろんピカイチなんだけど。ボディーブロー2発食らったらおしまいなんだ。ちょ、そんな偏差、何できるようになったのお前。偏差っていうか、なんて読めたっけ、ちょ、忘れちゃったんだけど。そんなもう完全にプロレスみたいなやつじゃん、お前。もう完全になんかお前グローブ持ってるよな、お前のその腕さ。硬くね？硬すぎなんだけど。やばい。
これな、これ終わった後ね、動けなくなっちゃうんだよね。これだから失敗するとマジでやばいんだよね。これあれだな、勝ちてえわこいつ。いや硬いねこいつマジで。えぐいくらい硬いんだけど。ちょっと頭当たんねえな。くそーまずいな。回復が間に合わないぞ。よーし、なんとか倒せた。めちゃくちゃ硬いってこいつ。さあこいつの一つ目の玉城初めてですね。でお前も回収と。やっぱここはあれだな、おまけステージだったっぽいね。あ、でもここに足があるじゃん。ここに社あるのはいいね。これでようやく天狗と戦わなくて済むわ。あーここに来れるのか。これあれだね、一番最初のとこだね。うっそー、もうなんで高速までそんな火力高いんだよ。もうえっ、あーそっか、これ上のやつ倒すの忘れた。よーし、とりあえずここのね、まあさっき言ってたところの、まあ、一番最初にね苦戦した場所の下の方に来てるんだけど、ようやくお前人に会えたわ。妖怪と戦いたくないよ、もう。妖怪強すぎ。マジで妖怪がやばい。全然人と相手してる方が楽だよ。うん。多分さっきね、行ったところの方に繋がると思うんだけど、相棒も引き連れて、何やってんの？しかも外れたし、赤色のエフェクト出たじゃん。なんで外れたんよ。ああ、まあ、お前落ちちゃうやつかよ。彼はもう終わったようだ。こうもいるんだよな。急になんか、急になんか人増えたな。増えましたね、途端に。あーマジでここまで来ると本当に苦労したわ。え、塗り壁があるっぽいぞ。反抗的な態度を取って死んだって書いてある。あ、これか。しかももうすでに赤色なんだけど。マジかよ、俺が切っちゃったってことかな。青色で食べたー。ちょっと待って、なんか今撫でてされて死んだんだけど。ちょっと冗談でしょ。うーわ、これカウンター要素あんのか。ちょっと待って、これ普通になんかあれだな、タゲが向けられてないぞ。硬くね？アホみたいに硬いんだけど、この人。来てる。あ、さっきちょっと違ったぞ。くそー、カウンター一種類じゃねえのかよ。よーし、危なかった。あーと俺戻らなきゃいけなくなっちゃったからね。なるほど、温泉があったのか。じゃあこいつやっちゃいますか。あら、大立ちか。なんか見ない技してましたね今。うわマジかよ。2発食らって死んじゃうな。
安全にやっていこうか。うぃえ、ちょっとマジかよそれ。これちょっとえぐいな。ちょっと待って、あ、もう回復ねえんだこれ。なるほど、回復できないと思った。俺回復がなかった。そうそう、くっそ、あと一発か。くっそー、よーし、とりあえず戻ってきたぞ。いやー、ちょっとあれだったな、ビビりすぎたっていうか、ちょっと急ぎすぎたね。冗談だったからね、生きりやすいあれだったんだけどね。そんな感じでね、うん、いや冗談はあれだな、2連続でやられるとかなりきついですね。ちょっとー、お前強いなお前。いやー、この手のやつに2回負けるの初めてかもしれないな。ちょっとさ、強くないお前、こんなに強くていいの。うわマジかよこれ。あれか、できないのか、もしかしてタイミングがダメだっただけだな。いやー、大立ち強えなー。いやー、これでも死なねえのかよ。あれくらって死なないのか。よし、やっと勝ったわ。さすがに3回は負けんよ。急に軽く上がったんだけど、この人ふざけんなよ。さあ、ずいぶん前にねゲットした玉城なんだけど、これがあれですね、一つ目のやつだね。まあ、あいつがなんかあの連発で攻撃してたあれが使えるっぽいだね。でこれがなんか、まあちっちゃいやつのやつだね。これあれだな、どうなんだろうね。まあレベルもかなり高いからね、かなりダメージは入ると思うんだけど、まあ今のままでいいか、とりあえず。あー、やっと先進めるよ、もう。もうずっとなんかあれだわ、なんか行ったり来たりしてるわ、マジで。うん。で、この先があれだね、新しいルートだね。やっとだよ。うわ、来れるわ。いや、なんかそんなになんか難しくなったな。敵も強くなったし、明らかに。あ？なんか雷打ってきて舞台だぞ今。いや、遠くから打ってきてんな。これやばくないか。ちょちょちょ。おお。敵も入るんだね。これうまいことやれば敵にあれできるね。ずる、あぶねえ。いやマジ、あの追い込む時にやられるとマジ困ったもんじゃないなこれ。まだ終わりじゃないでしょ。あ、これ普通のあれだわ。ちょい、あぶねえ、なんか食らいそうで食らわない感じが怖いな。このままでは無駄だ。これ大丈夫か。あ、これ屋根があったからちょっとあれ知ってきたっぽいな。じゃあこいつもやりましょうか。それで、おお、ふざけんなよ。いや、これは違う。お互い仲良くしびれてんじゃないよ。いやマジ
これほんまに害悪だわ。ちょっとこれほんまに害悪だぞ。で急いでこれやんないと。あーなるほどね。こうちょっとなんでさせなかったね。ねえ、もうなんか都合のいいようにできすぎでしょ。できすぎ。あれまさかのここボスかよ。ほう、また魚が一匹増えたようじゃ。いやフリーザじゃん。顔面白いし。この人の仕業だったんだね、あの雷は。まあそりゃそうだわな。田舎侍、刺身にしてやる。ああこの人が今川義元か。ああ遠距離攻撃が使ってくるんだな。今のあれかな、判定あんのかな。くそ、さっきは散々痛みだったからな。あっぶな、もう切りいたらあれ、えっあっぶね。いやちょっと半分は削りたいな。うわそれなんか雨降らすみたいなのもできるんだ。うわ避けれなかったか。やばいな、なんか前に距離をあれしちゃダメな気がするわこいつ。ちょっとやりすぎちゃいますか、やりすぎちゃいますか。いやーちょっとあれだな、適度な距離がわからないな。いやそんなことしてくんのかよお前。殴りすも現金と。いやあれ どこに探偵あんの。どうやったらカウンターで成功するんだあれ。あれ分かんないな。うえやマジつい。あれ何どこに判定があるの、あれカウンター。うわースーパーマンか。奇跡に当たんなかったけど。いやーこの雷の矢がなーきついなー。そう普通にこいつの攻撃のカウンターがあったんだけどな、来てこないっすね。いやー一回ガード挟まったらもうあれだな、もうダメだね。まだちょっと勝てるビジョンが見えませんね。回復が足りない。ちょっとこれ終わった。あーこれが簡単要素か。ちょっとさあとりあえずあれだな、第2ラウンドだな。もうちょっと削りたいな。あとさ前回から思ったんだけど、前回から分かったんだけど、どうやらこれボス戦で死んでもとうとうね回収がねすぐできるようになったんだよね。いややっぱ一回弾かれたらもうダメだね。一回弾かれたらもう攻撃しないと 100% 弾かれるんで。4回では多分入らないんだよな。ちょっと2人の消費がきついね。
ガードするだけだと相当使っちゃうからね。まあこれを徹底してやっていけばまあなんとかなるかな。いや全然乗ってませんよ、全然乗ってませんよきついよ。なんて殴り手段が全然ないからさ現状。やっと7割か。雨よう降らすようになったな。やーっと何割だ。いやでも油断せず行こう。てかでも体力のこと気にしちゃダメだな、うん、体力気にしない。いやマジでここまで来たぞ。もう油断しなければ絶対に勝てるはず。雨か、ちょいちょい追い込まれてんな。あと1回かな、あと1回やれば勝てるかな。くそマジこれ妖怪化できないのがでかすぎる。なんで俺妖怪ゲージ溜まってねえんだよ。いやその攻撃は俺に勝ちをもたらしてくれると思ったけどダメだった。よしちょっとまああれだったけどなんとか倒しましたね。何これ秘伝書、なんかよくわからんな、なんか秘伝書とかゲットしたぞ。稲妻イレブンかいやなんとか倒せましたね。まあちょっとなんかチキンプレイみたいな感じで倒しちゃったんだけど、まあ勝てば良いのだよ。ああいやー今回はなんとか2回で勝てましたね。まさか余がそうなんだね、守護霊ね。血を分けた兄を殺し手に入れた当主の座は幻か。寸縁三に栄えしよくやる。世の亡き後は名優らの草刈り場となり果てよう。宇津家信長に伝えよ。新しき世の先駆けとなれと。まあ遺言的な感じのものを残してくれましたね。早いなこれ。早いたせ。酔いの冷めぬうちに。フリーザだったら命乞いしてるんだよな。じゃねえな主人公よ。まあこの人倒さないと戦い終わんねえからな。無事かお前終わった後にちょっと来るんじゃないよお前。すげえぞ秀の字。吉本ってのは東海道一の大物なんだ。聞こえるか、4万の軍勢が逃げてくぞ。マムシ殿が目をかけた理由はこれであるか。さあまあゾウですね。
あれ相棒。うん、暖かい。いや、相棒でかすぎだろ、相棒。藤吉郎、表情へ急ぎなさい。で、さっきの女、ちょっと誰だ。氷のような女だな。実際氷台になりますからね。おそらくご活躍だと聞いています。兄をよろしくお支えください。あれ、信長って妹がいたんだっけ。その辺詳しくないからな。さあ、まあなんとかね、まあ今川義元を倒せましたね。まあどうなんだろうね、あの戦いからが正解なんかね。うん、まあちょっとわからないんだけど、俺前作もそうだったんだけど、刀の何、見切りみたいな、おぼろか、うん、あれあるんだけど、あれボス相手にも使えるかどうかわからないんだよね、うん。まあ失敗したらまあ大ダメージになるから、まあちょっとリスクが高いんだけど、実際どうなんだろう、できるんかね。うん、まあわからないんだけど。はい、ということで、まあ、次はここだね。まあなんか迎えみたいなことを氷の女王が言ってたんで、まあそういうことだろうね。ちょっとわからないんだけどね。さあ、最後にね、再ゲットしたやつ見ましょうか。これ六芸像っていうらしいね。で、まあこれは、原タイプ、まあなんだっけ、なんかこれ防御力が高いらしいね、どうやら。俺遠距離タイプだと思ってたんだけど、なんか防御力が高いやつっぽいね、これはね、どうやら。で、まあ、まあスキルはこんな感じになってますね。まあ、装着容量がまあまああるんで、あとはどうなんだろうね。結局全然、スキルの値がさ、全然振ってないからさ、ま足りないからね、全然。うん、結局これで落ち着いちゃってるって感じはするんだけど。さあ、とりあえず最後レベル上げしますか。言うてもアムリタロスト、前回、今回のステージでアムリタロストめちゃくちゃしたから、もう全然振れないんだけどね。もう2レベしか振れねえよ。2レベしか振れないよ、もう。マジかよって感じだよ。まあ、とりあえず心に2振っておきますか。いやー、マジでアムリタロストでかいわ。アムリタロストさせて、結局積んでしまってレベル上げしないとっていう時ができなくなっちゃったからね。はい、ということで、アムリタロストをガンガンしてしまったことでね、まあ、レベル上げが全くできなくなって、まあ、かなりのね、ハードモードになってはいるんですが、まあ、頑張ってやっていきましょうか。次回はここですね。はい、ということで、今回はこれで終わります。さよなら。